突然、夜空に現れたのは、青白い光を放ちながら飛んでいく丸い物体。別の場所では、右側から光が通り過ぎた瞬間、辺りが閃光に包まれました。19日、ウクライナの首都キーウで観測された謎の光。ロシアの侵攻が続く中、一時、空襲警報が発表される騒ぎになりました。当初、ウクライナ当局は、 この現象は NASA、アメリカ航空宇宙局の衛星が落下したものと発表しかし NASA は否定しています光の正体について専門家はおそらく宇宙を漂う小石が地球にぶつかって光ったあの火球だと思われます最初はこう淡い光だったのが、えー、大気の濃いところに侵入して爆発的に光るということは、えー、よくありますので 進行に不安な日々を過ごしていた市民の反応は UFO が来る夢を見ましたこの光はいいことが起こるサインだと思います宇宙人が見たら領土をめぐって争っているこの星の人々に驚くと思いますね